背景、市政刷新ネットワーク様。お世話になっております。ブログ更新お疲れ様です。ブログは毎度毎度読ませていただいております。最後まで追随を許さない、その姿勢。誠に圧巻ですね。この度、石丸市長は、次回の市長選挙には、出馬しないことを表明されましたね。やはり、2が重かったのでしょうか。 政治家の経験がない人間がいきなり市長になるなんて通常できるものではありませんよね。本当、なんて無謀なんでしょう。自分の立ち位置を考えてから物を言えと言うんですよね。いや、職業で区別するのはダメですかね。しかし、寂しくなりますね。姿勢刷新さんもこれだけ数年ブログを書き続けたのですから。むしろ、 石丸市長がいてくれたからここまで続けることができたんではないですかもうライバルのような関係だったんではないでしょうかそんな人がいなくなると張り合いがなくなってしまうかもしれませんね。ぶっちゃけ寂しいでしょうわかります石丸市長がいなければ存在しなかったわけですからやりがいを与えてくれてありがとうと伝えるべきですすぐに電話しましょうよ。 石丸市長も喜びますよ。早くしないと、石丸市長は目的の半ばで去ります。本当に、秋田方氏をどう思っているんでしょうかね。せめて、後任を裏でもいいので、出してくれれば今後も安泰なんですがね。もしくは、県議会選挙、広島知事選挙あたりで当選してもらって、広島市から秋田方氏を見守ってもらいたいもんですね。政治家。 事態は続けたいいと思っているようですね今度はどこで顔を出すか要チェックですね。そういえば時期さえ来れば石丸市長はいなくなるのですが市政刷新さんは解散されないんですか個人的には次の市長のためにも残しておくのもありではありませんか今後新しいライバルを見つけねばなりませんね。そこで私 考えたんです市政刷新さんが推す藤本悦候補がもし市長になった場合未経験者であるためジョンボもあると思われます。そこで数名の議員の裏の顔の噂をここでお伝えできればと思います。この情報があれば藤本さんがジョンボをしてその議員に詰め寄られた際市政刷新さんが裏で取引に使えると思いますよ。 これ以上追撃するならバラすぞと威圧できます結構いるんですよ私のネットワーク主に YouTube ですが調べた結果きな臭い4人が出てきたんですご存じないでしょう私も推理しながらなので判断は任せますが1人目山本和弘議員この人は甲大駅にかなりズブズブではないかと推測されます ご存知ですか高田21という駅の内部でよくわからないことをしてる会社の方を持っていました通常指定管理料を下げる努力を議員はするはずなのに逆に結ばせようとしていました何か関係があると思われますあと議会の質問状は誰かが書いてますこれは確実です練習してないのが丸わかりです 年齢は60歳以上ですが、やっていることが小学生レベルですので、揺さぶるにはちょうどいいです。行ってやってください。その原稿、誰が書いたんだって。2人目は、川20万円議員です。この人は、収賄罪の関係者です。市政刷新さんはご存じないかもしれませんが、過去に国会議員から、20万円もらって、票の取りまとめをしようとしてました。 もらったお金は手をつけてないと苦しい言い訳をしてましたが警察はおそらくトカゲの尻尾の認識でそこまで追撃してませんでしたまた最近石丸市長へ同う喝してましたあれを同う喝と言わず何と言うか私には分かりませんテレビで放送されていないので知らないと思いますが YouTube で20万円らしき人が同う喝してました あと、一級建築士らしく、会社経営もしてたみたいで、公共事業ズブズブかもしれません。ぜひ、操作してみてください。そして、行ってやってください。J アラートのことは、国に言え、叩いたら埃が出そうで気なくさいんだ。と。3人目は、山根敦子議員。この人は要チェックです。好きになった人へのアプローチが半端ないです。 最近は石丸市長への愛が強すぎたようです。答えてもらえないと裁判を起こされるので、調査するときはご注意ください。愛ゆえに愛を捨てたまさに女性版サウザーです。言ってやってください。西のカナは震えるけど、病院行った方がいいと。ファンの皆様すみません。4人目は山本勝議員。叩けば出てきますよ。それにつきます。 あと、日暮らしのなく頃に、のリュウグレナ、みたいに、急に切れるので注意してください。心の拠りどころがあれば、人は集まるそうですが、秋田方市はしてるんですよねって聞いたら切れるので、それが合図です。あれ、たまたまかな。4人とも、聖司会、の人ではありませんかね。あれで、おかしいぞ。こんな偶然が重なるなんて、もしかしたら、私以外も、 こういった情報を持っている人がいるかもしれませんぜひ探してみてください何か見えてくるかもしれませんしかしこの議員の人たち誰一人として公約を実行できてませんね動いているのが何個かあるだけで東京の小池か緑の狸かだいたいが高齢者や子供への福祉と教育対策と言ってますが何したんですかね 厚子さんに関しては公約すら広すぎますね。笑みがこぼれた私です。姿勢刷新さんからも言ってやってください。具体的にどうするかまとめてください。ちゃんと仕事しろよって。今後の秋田方氏が気になりますね。どんな人が市長になって運営していくのか。でも、YouTube 放送は閉めるんだろうな。前回の動画でもお伝えした銃の名役の一つで、 YouTube は破棄しないといけませんからね。一から作り直さないと、もし、そのままパクるんだったら、人として終わってますよね。動画が見えないと、私も動画を作成できないので、姿勢刷新さんからも言ってやってくださいね。私も、次の動画を考えないといけませんね。どこにするか、国会か、はたまた、名物政治家か、真面目な人がいいなぁ。 しかし、本当、この数年はよく議会を見させてもらいましたが、本当、腹を抱えて笑わせてもらったことが懐かしいです。個人的には、勝議員のマラソン大会の補助金廃止に切れてたことと、20万円議員が J アラートで質問してたところは、何度も主張させてもらいました。これ、台本内の、大人が本気でふざけてるんでしょ、と思ったほどです。 もう、毎回、毎回、議会と定例記者会見を楽しみにしていました。そんな日が、もう来ないかもしれない、と思うと、寂しく思います。今回は、ここまで、今後、私も検討を含め、考えていこうと思います。ブログ更新と今後の対応発信をよろしくお願いいたします。終わり。